今回の映画はね、ちょっとシノにいろいろ恋愛指南をするような恋愛上級者の役でしたけれども、そんなナナコっていうのを演じてみて何かこう考えたこととか工夫したことってありますか？あ、かっこいいですよね、生き方が。もう自分で決めた道を信じて、そして叶えていく力もあるし、迷いがちですけど恋愛とかって、でもこうって決めたことをやり抜くっていう女性の強さっていうのもあるなって演じながら思ってました。結構現場もすごい皆さんね楽しそうに感じましたけど、木村さんどうでしたか？はい、あ、楽しかったです。多部さんと松坂さんと3人で引っ越しのところとか、回ってないところでもいっぱいこうなくだらない話からいろんな話とかしていて、なんか本当に友達でそこにいるみたいな、本当に岡間ちゃん違和感なかったので、やっぱその男性と思わずに話ができたっていうところも大きかったと思うんですけど、それ喜んでいいんですか？褒めてます。ありがとうございます。実はいやないないない。でもそういうのってご記事になっちゃうからそういうのがどうもありがとうございました。では続きまして三つ宗さんにお伺いしたいと思います。はい、今回はそのしのちゃんとね京次郎さんをこう取り合うというか恋のライバル的な役どころでしたが、その役を演じるにあたって何かこうご自分で準備したこととか役作りのためにしたことってあるって聞きました。なんかあかりは、私は京次郎、綾乃さんと一緒に住んでるっていう設定だったんで、顔も見慣れてるんだろうなと思って、撮影期間中ずっと携帯の待ち受けを綾乃さんにしてました。本当に？でもあんまりその京次郎に、京次郎はちょっとひげ生やしてて、ちょっとなんだろう、はいはい、柔らかい雰囲気なんですけど、あんまりその画像がなくて、結構綾乃さん眼光鋭い画像が多かったんでそう、よく笑ってくださいって言われるのその中でもちょっとこう、うん、笑ってる写真を、ちょっとびっくり。でもそれ誰かになんか見られたら、なんかそういう関係だって思われたらどうするの？撮影中に綾乃さんに見られるのが一番怖くて。そういうことか。ちょっとそれってすごい気持ち悪いじゃないですか。いやいやいや、ちょっと携帯見た時にちょっとだけ自分の待ち受けが見えたりするとすごい怖いじゃないですか。いやいや、それは見せないようにと思ってました。いやいやいや、もうびっくりですね。あ、今初めてじゃ聞いた。いや、もちろんです。はい、知らなかったです。でもどうです、そうやって待ち受けにしてくれて、役作りまでしてくださって、ずっと見つめられてて。いや、嬉しいですよ、すごい嬉しいんですけど、なんか立場上ね、なんかそれがあれ、つむりさん、あやごの待ち受けにしてる、あれ何ここ、えみたいな風になるとね、ご迷惑かけるんじゃないかなっていう方が心配でしたけど、大丈夫だったんですか？全然大丈夫でした。あ、そっか、そうだったんだまあでも嬉しいですね、素直に。なんかいろんなアプローチがあるんだなと思って、今びっくりしましたけど、あ、それやっとけばよかったなって、僕もね、食べちゃんに待ち受けを、まあいろんないや、びっくりですね戸辺さん、今愛野さんがね、待ち受けにしとけばよかったって言いましたけど、そうですねいや、いいよ、しても、あ、もう今更してもねそうね、終わる期間まで、初日までやっときましょうか。そうだよね、9月ですか。そうですね、はい。でもほら、記者の方々いるからさ、なんか、なんかあるじゃない、ね、皆さんもう分かるでしょそうそうそう、まあ一応ね、そういうのはありますけど、でも嬉しいです、本当に。須田さん、結構ね、多部さんとこう食事してたりとか、いろいろ相談乗るシーンとかもありましたけど、どんな思い出がありますか？はい、そうですね、クランクインの日にビクビクしながら現場に行くと、まあしのちゃんの話を焼肉食べながら聞くっていうシーンだったんですけど、須田君飲もうよっていう声が聞こえてきて、ん？ってなるじゃないですか。で、どういうことかなと思ったら、本当にもうお酒を飲んでらっしゃってて、そのまま乾杯しました。はい、で、そのまま焼肉を一緒に食べて、酒臭く、焼肉臭い状況で、あ、でもこれ上映前ですっけ。でも多分大丈夫です。大丈夫ですか、まさき。はい、上映前だね。上映前だね、うん、でも言っちゃうね、そのそうね、
いや本当に ずっとこう今日まで心のこう奥底にもぞもぞしてたことを言いますね。あの初日にもかかわらず酒臭く焼肉臭い状況で満喫でキスをしなきゃいけなくて、はいはい、どんだけ歯を磨こうとどんだけブレスケアを本当ケアしようともうどうしようもなかったんで本当申し訳ないなっていうことだけを今日言いに来ました、はい、あなたも飲んだってことね。いやそうなんですよ本当、うん、だってね初日でいきなりすいませんね本当。いやでも本当に私本当にその日初対面初対面初対面ってなんかちょっとエロいですけどいいですね、はい、なんだからでももう会った時からもう酔っ払ってておい飲もうぜみたいな感じで恥ずかしかった。何がおもろいの何を言ってる何がおもろい楽しいね楽しいね。いやだからそういうキャラだと多分まだ思われてるんじゃないかな。だから初めて会った時から初めましての段階でも酔っ払ってたんで、はい、いやでもそれが僕的にはすごいありがたかったので、うんガバってこう来てくれる感じで僕もこういやずっと気にしてたよ。なんか私が酔っ払いだと思われてる可能性がある。いや酔っ払いだと思ってますけど、まあ、いいじゃないですか。そうだね、はい、まあねそこはもう、ねはい、素敵だなって、ねはいうん、そのままでねさらけ出してくださり本当ありがとうございます。ありがとうございます。はいどうもありがとうございます。